かます。おはようございます。あ、おう王だ。王です。ただ今日その王が、はい、最後になる可能性があると。はい、なんと今回ました、ね、久しぶりにやります。タイトルマッチ。タイトルマッチです。王座変換するということですね。変換します。やっぱりここに数回の、はい、まあ僕ももちろんダメなんですけど、王のダメ感といったら、そうですね、あれでやっぱ王は名乗れない。めちゃくちゃ負けてるそうなんで。そうなんで、あんま気にしてなかったんですけど、ね、とうとう罰ゲームにもたどり着いて、まあ、その話もちょっと今しますけど、はい、ということで今回王座変換、はい、何でしたっけ、勝ったら9、勝ったら9だよね、このお互いでね、はい、9、1しかないです。負けても負けた方が9、9です。で、まあ、僕たちの罰ゲームが決まって、はい、まあ、前回いろいろ説明しましたけど、まあ、いらないものとは言えないけど、うん、いらないものを買いました。買いました。で、僕ね、開けてないんですよ。ショーが開けたんでしょ。はい、どうでした？想像よりはちっちゃい。あ、これかなっていう感じでした。しましたけどね。これです。そう、この箱です。僕も届きました。どこの女に買ったって言われました。いや違うんだ、そういうんじゃない。お前またやってんのかみたいな。はいはいはい。また開けます。10万っすよ、これ10万。いえー、もうマジでいい。ちょっとおかしていただきます。ロエベね、やっぱね、作りすごいっす本当に。でもやっぱね、これね、よかった、何が良かった、公式で変えたんで、ちゃんと。はい、変えました。これがまたしっかりしてんすよ。そう、はい、あ、うわ、あ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 、マトリューシカか、何個開けたらいいんだよ。初めてのご対面ですね。ありました。マジ10万っすか。10万っす。マジっすか。出しますよ。これです。ハムスターじゃん。ハムスターぐらい。ハムスターサイズよ。ただこれやっぱ皮とかしっかりしてるんですよ。いやいらんいらんいらん。なんか無駄に、やっぱ無駄っていうかあれですけど、10万ですんで。皮めっちゃいい。マジで10万払ってるんですよ俺ら。あ、じゃあ翔くんも持ってきて。あ、いいですか。これ2体これです。10万円です。ふざけんなよ。これつけると、まあ、つけてます。やばいねこれ。何、何入れるのこれ。いや俺アイコス入れようとしたんですけど、うん、入んなかったんですよ。アイコスも入らんのこれ。はい、あ、でもやっぱいいっすね、2人つけると。何がなんでいいなと思ったの。ちょっと可愛さアップしますもんね。どうすかこれ。10万っすよ。これ20万っす。これで2台。これ20万なんですよこれ。マジで。はい、お、どういう意図で作ったんですかこのロエベさんは。何を入れてようと思ったのこれに。女性のやつなんで化粧品とか。リップとか入れる。あ、確かにリップだ、冬だし。はい、そういうやつですよ。ただ僕らはリップなんてしないんで、アホなんで。カチカチ君もいらんじゃん。そうです、いらん。なんかじゃあ考えよう、やりながら考えよう、何入れるか。あ、そうっすね、うん、このサイズ使い勝手、使い勝手を。はい、でやっぱ今日でこれリセットされたから、はい、また今日から負けたら1万円プール。あー、第2弾。第2弾。第2弾いきます。行きましょうよ。パーカー行く。今度こそパーカー行く。約束っすよ。で、また途中でなんか変わってくんだろ、どうせ。一旦パーカーにしましょう、やっぱ。あ、まあまあまあ、目立つところはね。はい、目立つわ。はい。ほんで今日はどうしますか、オーダー。今、現王。はい。今日、寝台2日目ですかね。はい。そうですね。いろいろ入ったんすよ。入ってます。打ちたいのが1個あって。はい。スロット久々にとか。ああ、いいっすね。いや俺王がそっち行くなら俺も行こうかなと思ってます。あ、本当ですか。戦おうかなって。だ、装填とかでしょ。そうです、装填したいです。あ、でしょ。ああ、いいっすね。装填入ってるんですよ。だから打て、相手打てるなら打って、はい、まあ、そっからパチンコでもいいですね。そうだね、まあ、バトルとにかく戦いだから。でも戦いなんて別に移動したかったら移動したっていいわけでしょ。そうです、もちろん自由です、今日は。わかりました。さあ、というわけでアルアホーの1日、本日はタイトルマッチでございます。皆様よろしくお願いします。お願いします。それやりたいやつね。どっちが多かって見せますから。好きにやらせてくれんじゃないですか、栗さんには。申し訳ないですけど、今日は対決なんで。
まあ、平常心保てば勝てると思います。言うて僕はもうエヴァプロ目指してるん で、 でこのアルアホでねその結果出せてないからそれもあったんですけど、まあでもね一発目はやっぱ、まあ、言うてまだ現王だし目の前でぶっ倒したいんで信頼対決ってのはありだとは思ってます。こっちか。おおおはようございます。ここね雰囲気めちゃくちゃいいんだよなパチスロコーナーの。あった。ああなるほど。ああ並び空いてるやん。これかこっちもう朝一台なんで。ああ取れた。装填よし。じゃあ行きますか。はい。マジでこれ何も入んなかった調べてさっきやったけど無理でしたね。アイコスも入らんしだから軍資金だけ入れてきました。3万円。これも5万円入れてます。今日ちょっと肩凝るんでこれ一回外します。この男金入ってるかな忘れないようにしないかな。よしじゃあ行きましょう。装填全く僕は、はい、知らない。同じとこだね。行きます、はい、同じですよ僕も知らないんで。まあ、この螺旋盤っていうんだっけ、これ狙ってもいいんだもんね。ラリュー盤です。ラリュー盤、はい、螺旋盤ではないか。追加なんか一応この朝一ちょっと、はい、もうなんか1枚モード、2枚モード、3枚モード AT 工学みたいなのあるらしくて。なんか1枚モードこれ何チャンスリプレイかなんか。あ、チャンス目それ。チャンス目リリベ、はい強いよ。え追加かな。強追加だったからでチャンスメラーだったみたいな。これ中押しも通用するの。あ基本左の方がいいんじゃないですかね。ダメ。あでも紫のおお広角みたいな感じですかね。おおえ830枚乗ってるんですけど隣、はい、当たりじゃん。6だ 6、 6教えて。 6ですよそれ押し順だと思うんですよ今。いや多分しょう、はい、僕らよりうまいからうまいですね。どこのお兄さんの間違いないもう笑ってるもん6だ。でも確かに僕もさらっと聞いたのは装填の剣をそのショールームで打った人に聞いたのは、はい、荒いとは言ってた。荒いだからそういうことだろうね。横の830枚みたいな。830って結構えぐくないですか。だから乾燥でしてもおかしくないよねその後乗せたりしたら。おお絶対これ絶対おっぱいじゃん。うわ8切れんばかりのお前8切れんおっぱいよこれ。ああ弱。あ弱なんだ。だと思うけどねこれ。いや弱だと思いますね、うん、おはい。この今回タイトルマッチちょっと早いじゃないですか、まあ、前回やってから3回4ヶ月とかですよ、はいはいはい、ただマジ驚愕の結果です。これはタイトルマッチせざるを得ないっていう。タイトルマッチの時覚えてます？あタイトルマッチの次かな、はいはいはい、タイトルマッチかあの2人勝ったの。あ神回ですかあの伝説回。神回あったんですけど、はい、2人で3万発ぐらい出した。出しましたねあれ気持ちよかったな。覚えてる？あれ覚えてますよ。以来あの僕も想定られてますよ、はいはいはい、僕個人4000やってるんですよ。はいはい4000。7000枚ほどマイナス。7000枚。そう思うじゃないですか。やばおう。あなた満枚です。え、俺満枚負けたんすかこれ4000で満枚負けてます。負け？はい2人で1万7000枚負けてます。だからそれでのタイトルだから実際よな王が、はい、僕より勝ってるのは間違いないですよトータルで言ったら多分。ああはいはいはい終始ね。でもやっぱあなたが王に座るとこの国は崩壊するんじゃないかとこうなってくんじゃないかと。なるほどなるほど。そうそうそう。だから俺はこうタイトルマッチもしくはあの頃のに戻るあの2人勝った伝説界の頃に戻るように、はいはいはい、こう一回こうピリッとするためにねこう戦いをしてやっぱこうアロアホ応援団の皆様のためにもいい回いい勝つところを見せないと。さっき言われたんですよあの編集の方にも、はい、最近当たらなすぎですって。いやそうでしょ。パチンコもいや僕でも全何えあチャンスゾーンじゃないですかクリさんそれ。チャンス面引いたチャンスゾーンだ。
あ、でこれ2枚出てるじゃないですか。この枚数がなんか1枚モード、2枚モード、3枚モードになってて、2枚ってない、あの敵のあれです。ああ、だから真ん中のナビ引いた方がいいんですよ、クリさん。これあの右ラスト多分超強いと思うんで。なるほど、わかりました。これナビ引いたもあれなんだ、はい、一応ガチ修正とガチ。左外れ、左外れです、何もなしです。でレアクとか引いたらなんか昇格しますよみたいな。ああ、何もない。え、赤、え、これ当たるでしょこれ当たんなきゃおかしいよこれ翔くん。え、いや昇格で、ああ、いやでもこれ当たってよこれ。中引いたんですよ中。え、うまっ、うまっ。新しい王が決まりそうですね。マジっすか、来た。何、ああ、中段チリ、これはチャンスゾーンですよね。チャンスゾーンです、ここから。でも基本的にはあれですか、だから中段チリ引いても直撃っていうよりはチャンスゾーン。そうですね、 10% ぐらいらしいですよ、言うて。基本的にはもうチャンスゾーンメインです。あ、まあ、だから高設定だとそれがあるのかもしれないよね。ありそう。さあ、引いたよ強チリ。これ何やればいいか、なんか ST っぽい感じらしくて。ああ、それでダメージみたいな感じですかね。ダメ、ああ、1個でも、ああ、で、また回復5ゲームみたいな。で、右の HP 減らしたら勝ちみたいな。あ、ベル引いたらいいのかな。子役でいいっぽいですよ。はい、なんでもいい、子役行きはとりあえずダメージ抽選みたいな、はいはいはい、ああ、避けられることもある。ああ、強ベル、一回打つチャンス。ああ、やられちゃった。おお、 OK。 あ、出た、ラリュー版高確率。はい、成功。103ゲーム、投資3000円。ああ、これだ、クリさんと一緒のやつだ。あれ、これ引いた。あ、俺チェリー引いた。俺も、俺と一緒だ。ああ、OK、 強チェリー引いた。それ昇格するよ、教えるわ、はい、先に言ってるから。で、勝負、僕多分 AT 行きます。はい、え、強チェリーですわ。あ、違う、いや、強チェリーだと思いますよこれ。中段じゃなくても、あ、これ行くよ。え、そんな簡単。いや、わかんない、多分これ行くでしょ。あ、行った、入りました。うまっ。投資3000円。中、え、中段チェリーってそれなの。はい、めっちゃ多かったっす。あ、まあでも下から2番目なんかな、大変。僕はもう行きましたよ。あ、これ勝ったら9っすかんね。あれ、僕2000枚、あなた1000枚やったら3000枚の9僕持ってくんすよこれガチっすよ。そうだ、やべえ。僕前回負けてますから。まあ王は大変でも勝てるとか見せますよ。ああ、 HP が多いんだ。やから、だってやさか3とかじゃなかったっすか。やさか3、これ7ありますもん。頑張って。オッケーです。俺まずそれ分かってねえんだよな。これ引かなかったら終わるってこと。終わります。何か引かないと。ああ、これでダメージ与えてまたリセット。ST ですね。オッケー。1ダメージね。ダメージ与えなかったらゼロだ。あの、減らないのかな。はい。で5ゲーム与えられなかったら終わり。だからリプレイうまい。そうです、そうです、あの G サマーじゃないけど。的な、ね、で枚数乗ってくらしいですよ、それで。いろいろ、どういうこと。あ、これは今じゃないの。はい、で右のナビに乗りましたみたいな。あ、そういうこと。最初のとこ行く、いや、なんか全部右に行くけど、これは運なのかな。あ、気持ちいい。あと2、え、勝てんじゃない。なんか簡単っすね、リプレイ行けばいいだけです、これ。うん、チェリー追撃聞いた。おお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 、どこ行く、この80。あ、2個。あ、クリさん勝ちました。この80どこ行く、どこ行ったの。あ、真ん中。あ、平均だね。タイトルマッチらしいな、2人とも AT です。これでタイトルマッチっぽくなってきた。だからこうやったや、こういうことやっていかないと俺たち勝てないのかもしれない。あ、
あ、正解やったな今日装填。ほう、かっこいい。総流の時あーシングル、なるほどなるほど。あーこれ普通の方だ。あ、終わるってことか。はい、これジャッジだ。あーなるほど、右ナビを出すのね。リプレイは叩いてる。あー弱え。まあいいか、ちょっと分かんないんで様子見ですね。あ、外れ引いちゃダメなんだ。なるほど、オッケーオッケー。上乗せとかあるのかな、結構それも分かんないですよね。あーダメだ。まあ一緒ぐらいだ。僕これぐらいあっちゃうんすね。じゃあこれ僕と同じ AT、 あれ？おれ？継続しましょう。これ僕と同じやつ、平均的なやつ。あ、そうですそうです。色でわかんないそれ。なんか最初に出るんですよね、この文字バーンって。でもあのチャンスゾーン嫌いかも、システム。あー、ST のやつですか。イラつきそう。今さっき当たったからまだしも来た。僕はこう右狙えばいいんだ。絶対右だよ。右。あ、今若干右っぽかった。あ、本当ですか。じゃあ完璧だ。はい。あー一番ダメ、中途半端。一番中途半端それは。まあでもいいじゃん、250枚でも多い方がさ。投資一緒くらいでしょ。これ3000です。一緒一緒。あ、一緒。上乗せシステムも知りたいからな。まず7揃い効果みたいなとこ行って、そこでリプレイフラグ引いたら7揃ってボーナスみたいな。この6号機の構成っては安定するから ね、 ね、上やったらいいっすよね。最初増えなくても、初当たり軽いかどうか。あ、ここなんかこ違うぞ、これ絶対画面。リプレイこんなもうおっぱいはもう多分6だろ。え、いきなり6角？多分デフォっすね。デフォ。あ、デフォなんすねこれ、なんか偶数したとかかなと思った。デフォっす。デフォ六角ってたんすか。アホっすね本当に。それはまあでももうちょい回そうこれ。はい、高設定の可能性もあるわけですから。トロフィーでも出てくれるやな。あー終わった、六角。クリさんが言う、ああ合格だね。はい、279枚。あれですね、AT中バトルとかないんすね。いやいや、冷めてんじゃん、もうバトルとかないんすねって冷めてるやつじゃん。いや全然全然、なんだよつまんねえ台だなと思ってる感じの言い方じゃん。いや全然ですね、やっぱ僕あの暴力な嫌いなんで僕。ああなるほど。はい、気持ちより何分の1ぐらいなんだろうな、わかんない、調べてみよう。だからその辺がさ、ガチで引いてんのか引いてないのかもう分かんなくなってきてるんだよ最近の台って僕、うん、それがやダメなの自分、まあ、僕が悪いんですよこれ。あ、超チャンス。あ、200分の1。あー、まあまあまあ、あ、それは引けないか。まあガチならいいんだけど、ガチです。全部なんかそういうできるやつをやらされてんじゃねえかっていう疑いを目を持ってから僕はなんか楽しめなくなっちゃってる。アホの方が楽しいですよパステロは。だマッピーでは打ちたい。マッピー最高っす。激山台。え、チャンス目？いや外れそれ。なんかチャンス目から煽ってます。チャンス引いた。あ、発展か。当たんじゃない？チャンス目って全然お前仕事しないですよね普通。え、リリベ？はい。6だ。いやこれ上やろう絶対。ほらチャンス目で。でもまだいたんじゃないあそこに、あのモードに。やば、あこれ粘った方がいい台かも。いやマジワンチャンあるかも。あ、3枚だ。
しかも結構敵もいい。あー真ん中よし。あ、なにこれ、これ強ベルだ多分。あ、滑ってベル、強ベルっすね。滑ってないんだよ、うん、あとはもうリプレイクだけ。はい、簡単。ベルでもいいでしょ。ベルでもいいと思います。今のところリプレイ絶対止まってるんで、1個は。それさ、ラリュー版が1個も止まんなかったら、はい、どうなんの、あの減ってくの、左減っちゃいます。あ、あと2回リプレイするだけ。あ、これでもいいんだ。そこまでいった。え、あ、それでも行くんだ。勝っちゃうよこれ。外れても抽選するのか。あと1個、ね、なんか小の台の方が良さそう。絶対こんないいわけないもんな。あ、めちゃめちゃ簡単すぎるもん AT。 はい、2回目の AT ダブル。あー信号ダブルだとどうなんですか。かっこいいっすよね。あ、それだけ。はい、なんかあると思います。でも今あるよね。あー静かな方だ。あー、なるほどなるほど。そこの文字で静か荒い2つどっちか、2種類あると思いますね。あ、2種類なんだ。でもいわゆるなんか6号機の高設定みたいなグラフになりそうですけどね、これ。あーあー、やべえ、左じゃないとこれ相当ひどい。200枚は欲しい。なんかさ、中多くない？中多いっす。あ、だ中にもう枚数を集めていく意識でやった方がいいな。確かに中多いな。さっきも敵も中やったしな。俺も全部中。もう相当の剣な、北斗もそうだけど。おお、スイカラしまった。ジャックスイカ。来た、これだ。あ、ここで 7.3 分の1引いたら。ゲーム数の線ボーナス的な。あ、ゲーム数じゃない、枚数。あ、ボーナスか、これ 7.3 分の1。あー、ダメだらしいです。リプレイフラグなんで。あー、ダメ、ベリンじゃもうセンスない。あー、なるほど、127枚。6っすね。あー、チビチビ出すパターンね、はい、これもらったな。え、ちょっと別格すぎませんでもこれ挙動。確かに、もうクリさんのとは別のダイスもほら。それでも揃わないことあるでしょ。ああ揃う、うまい。ああ、ここでダブルゾロのリプレイの引いたら強いんでしょうね。お、強そう。それこれできた、レアかな。あー、あ、今日追撃、よし、待った。おい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 、でかい。あー、いいね、真ん中。うわ、左か。あ、赤文字、ただ2だけど当たった。うん、まあ分かんねえけどな、この辺はちょっと立て続けに引けたので492ゲーム。あれ強チャリだったのかな、俺が目押し見せたらありえる。1万1000円です投資。ここね、問題の。おー、クレツ。逆にこれがいい台なんじゃない、こういう選択されるのって。え、嘘だろ。まあ別にいいけど、左選ばれたでしょ、あの状況で。
大円ぐらいがちょうどいいわ。やってやるわ。ちょっと子役引けない。引けばいいだけです。マジ引けない。リプレイです、リプレイです。え、雑魚八坂でも負けてた。どの道ゼロだ、引けてないの。え、ああ、一発目の無双か的な。50欲しい。よっしゃ、50取った。でかっ。追加しましょう。これ超えたらとんでもないよ、もう。あー、くそー、でもでかい。380、300、340枚ですね。めちゃめちゃでかいじゃん。めっちゃでかいっす。来た。あー、380になります。やっぱ中なんだよな、やっぱ中なんだよな。中多いね。多いっすね。どっちかでもよかったのに。いい音したよ。あ、当たった。うまっ。510ゲーム1万2000です。さあ、荒いのやらせてくれ。荒いの、いや、見てみたいですね。でもこれさ、アライノの時さ、はい、あ、でもそっか、ショー一番弱いやつに勝ったか。勝ちました、勝ちました。あ、いや、そっちだったらとかあるのかなと思ったんだけど。敵によってみたいな、うん、なんかありそうですけどね。それ、あれ、上段止まったこれ。上段1国か。アライの声来た。うわ、来たー。お、来た。やるわ。や、楽しみ楽しみ。本当に来た。よし、ボーナス。やっと引けたわ。あー、かっこいい。双剣ボーナス中継もアセットね。これ左行くな、正前で。やっぱ行きますよ、ちゃんと。ほら、おお、やば、クリさん、それそれやりたい俺もう。あとなんか50だ。だから左を、左ナビ出す練習しとくわ、ここで。はい、よしよし。出ねえな。いや、やば。めっちゃ継続させましょう。炸裂だ、次取りましょう、絶対。うまい。結構飲んじゃないですか。あった、これ、初代からあった。おお、あー、なるほど。おお、うまい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 。うわ、ここでかー。うお、結構追撃もらえるんじゃないですか。いや、まあね、若い。え、マジ、クリさん、やば。3桁上げたら分かったら88だった。ありましたね、うん。やばいやばいやばい。マジでかっ。左ですよね。左でしょ。おい、あれ保険。あ、一応保険は置いてきます。優しすぎた、今のちょっと優しいな。優しい。オール左でよかったな。オール左でよかったなんか弱いな、これじゃショート変わんねえもん。確かに。隣のおじさん800届いてましたもんね、左。おし、うまいうまい、それちょうだいです。いや、もう、いや、面白いから、これはちょっと続かせたいよね。賭けに、こういうのだ。えぐ、こういうのだ。そう、えぐ、なにこれ。あ、白熱。なるほどな、賭けにな。賭けにはえぐい、だってこれ。え、だって賭けにの時点で800だ。この次でしょ。絶対取りましょう。絶対欲しい、これ面白い。来た来た来た。うーお、やばー、これは百裂だ、次。やば、取った百裂。うますぎる、うますぎる。飛ばします。4桁何かな。あ、124枚。
じいさんの方気になりすぎて。耐えろ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 。あー惜しい。いやでもこれひりつくね。ひりつきますね。よし来ました。こっち来い。頑張れ。来た来た来た。いけ。ザーッ。歌ってるんだよ。50倍。ふざけんなよ。せめて中だろう。いやマジでいらんのよそういうの。50倍。うわきつー。天才っすわやっぱり。いや883だよ。あんなにかけにとか取って50倍。返せよ俺のかけに。あーおもろかった。払いたい。今回はまあまあ伸びてくれましたね。500万円くらい。あー490万円。十分。もう何なんだよ。さあこの美男美女橋の上でやつくな。どこムカついてる。一人喧嘩強いんだろ。そうです。もう路上喫煙ぐらいだろこいつ。注意できるの今。頭もいいですね。あ、そうなの。はい、めちゃくちゃいいです、橋本健次郎。ふざけんなよ、顔良くて、スタイル良くて、喧嘩強くて、マジ路上喫煙以外、何にもないじゃん、悪いとこ。あー、出た、初代からあるやつだ。これはもう、あ、え？さっき俺もその形になった。あ、フラッシュ強いんだもん、これ、キョウチェリーだ。あー、やっぱそうなんかな。フラッシュが違う。それ直撃したら俺もマジ移動するよ。あさすがにかなこの演奏と。はい。あーでも行った。何それ。多分全長ステージだと思います。いつもなるランパ。クリさん、できたのでございます。いや、直撃でしょ。ほら。うわ違う。僕僕でも俺も中断してるで、これ多分行くでしょ。行かないのかな。赤、行くな。直撃。だね。だよね。そうだ。まあでも今のは確かにあのステージで弾いたから。そうですね。でも、周り見ても翔のが一番いい。いや別格。でも結局俺はこれで当てればいいだけの話だから関係ねえからマジで。ふざけんなよ。引いてやるよ。あー信号。荒いやつ、荒いやつ。荒いやつ面白いよ。紫。ああ。でもマジで6とかそっちばっか選ばれそうだよね。なんかわかんない傾向で言ったら。やりたいんだけどなあれ。そういうことじゃないかもしれないけど。あ、チャチャンス。次こそは。笑ってんのか な笑ってんだろ。そうやって真ん中ひよいだけですから。分かった。よし。やっぱ文字の色とかもあるんだろうな。おー100。まあ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 。ああ、くせ。
いや右はひどい、せめて240。あと50だったし、当たってるだけいいし贅沢よね。よーし贅沢よ、あどーす。ノーベル、もうやめるわ、さすがに。だから結局あの中盤チリから行って何なのか分かんないけど、あそこでチャンスゾーンに行かないのはもうダメだよね、多分ね。だと思いますけどね、多分ね。でも別格ですもん、一体なんてなかったでしょ今。ないっすね。お、何こいつピアノも弾けんの。はい、無敵じゃん。思い出せ玉霊、それで記憶を漏らするんですよ。めちゃくちゃ最強じゃん。まだ引いてるよ、2ゲーム連続でまだ引いてるあ、いや当たるでしょ。そもそもあんま発展しないですもんね、はい、さすがに、さすがにですよ翔くん。はいはいはい、おお、これはもう3分の2大丈夫ですからマジで。いやこれもう、もういらない、そういうの、もうやった、そう、このそういうの。マジか、そこの3分の1は引くんだ、やば、散々3分の1引けられて最後そこは引くんだ。もう1、3、3、8はもう1回ちょっと400だけ見るか。総流、総流じゃねえ、 ラスト1枚、このあラリー版広角、俺のこのポーチのラスト、これなんか入れなきゃダメだな、これこいつ持ってからか、3分の1も全部なんかもう悪い方向行ったの。黄色いぞってでも運気良さそうなんだ。絶対いいっすよ、幸運がいいと思いますよ、ね、ゾウっていいもんね。はい、まあ前半戦はこれぐらいにしといてやるわ、俺はこの台は、うんうん、じゃあ2万5000円使いましたんで、はい、もう私玉弾いてきますあれはじゃあ、ええ、もうそれしかないんで。僕はちょっともうちょい打ちたいんで、栗さんこれ。まあそれはやめなくていいと思う。はい、もうちょい打ちますわ。オッケー。じゃあほなまた後で。はいっす。頑張って。はい。まあ言うても僕もそんなプラってないんですよね、別に。ああ 100枚200枚くらいじゃないこれ。やっぱ今一番僕が好きな台で勝負だな、こうなったら最後はエヴァで行こう。よし、このままここだけと押さえて中継取りますか。あれですね、クリさん辞めた後すぐ当たって出てますね俺もエヴァ打ちますわ。あ、来たー。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。